はい、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はオーダー選手の称号チャレンジをしていき、補強ポイントを明確にしてからミキサーをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずはオーダー選手の称号チャレンジからしていきます。まず一人目やっていくのがこちら、マキ選手です。マキ選手はミパドーチを狙って最低でもミート型にする必要があります。挑戦回数に余裕はあるので、最初は極意書0枚で攻めていきます。ということでやっていきます。まあ、マキ選手はね、ミパドーチかミート型にできれば余っているパワー型を1人オーダー投入できるので、決まればねでかい形です。まあさすがに6回できるので決まると思っています。さあ1回目お願いします。まあもしヤバそうなら極意書とか使ってきます。さあ1回目から発散以上バズーカーということで、いやーこれはパワー型のまま2回目いきましょう。さあ2回目やっていきます。まあ2回目もまあ極意書0枚でやっていって平気でしょう。お願いします。まあ勝利の使者ついた時ちょっと悩むんですけどね。まあミート型を優先すると思います。強打者もダメかな、なんかちょっと雲行き怪しいな。まあ3回目やっていきましょう。さあ3回目やっていきましょう。まあここで決まらなかったらちょっとね極意書とか使っていきたいと思います。まあ1個の差なのでね、さすがに確率的に決まるとは思ってますが、さあ3回目お願いします。圧倒的パワー違うな、ちょっと怪しいから、ちょっと4回目から極意書を使っていきます。さあ4回目やっていきましょう。いやここ決まらないとね、ミキサーで当てなきゃいけないミート型の人数が増えてしまうので、まあここはねぜひとも決めたいところです。まあいきなりですが5枚にやって、もう4回目決めに行きます。さあミート型、まあミパ同時でもいいよもちろん。稲妻はどう、いやーダメか。5回目やってきます。さあ5回目やっていきましょう。いやちょっと油断してましたね。ちょっとマキ選手は決まる前提でねちょっと考えてたので、絶対ここは決めたい。いや頼みます、あと2回お願いします。まあ貯めてた意味をここでね発揮してほしいところです。さあ星さん以上で、超人はなんかダメな気がする。あ言ってくれました、やっとです。オッケーオッケー、これで十分です。ということで2人目いきましょう。続いて2人目やっていくのがこちら、堂林選手です。堂林選手はコンタクトヒッターが来ればミパドーチが決まり、オーダーの幅がかなり広がります。逆に決まらなければオーダー投入をやめて広島枠のミキサーをする可能性もあるので、重要な称号チャレンジです。ということでやっていきましょう。まあこちらは難しい称号なので、まあ逆にね、まあ決まったらラッキー程度に捉えていました。極意書は0枚でやっていきましょう。お願いします。星2の称号1点狙いです。コンタクトヒッター来てください。星3以上は来てしまった。アンダ製造機ということで2回目やっていきましょう。さあ2回目やっていきます。まあ堂林選手をねパワー型の枠に入れてしまうと A コンボがねちょっと出せなそうなので、まあミキサーで新たに選手狙う形になるかもしれません。2回目お願いします。さあ奇跡の称号決まってください。切り込み隊長惜しいということで、まあ堂林選手は決まらず、称号チャレンジは以上になります。オーダー選手の称号チャレンジは以上となります。そしてミキサーに入る前に自分の今回の方針に関してです。契約書大量開封を踏まえた上で、思ったよりも狙いが絞れているため、今回はノーマルミキサーは行わず自チームミキサーのみで攻めていきます。現状4700で組もうとすれば、野手のショート枠、ベンチのミート枠以外は全て埋まる状況なので、あとは球団枠を整えていきたいところです。ということで早速ですが、勝負のミキサー1回目やっていきましょう。まあ最初はね巨人枠のみ4700がいないということで、巨人のミキサーでやっていきます。まあこちらの5人選んで、まあ自チームミキサー1回目やっていきましょう。お願いします。まあ広島もちょっと堂林選手投入あんまりしたくないので、まあ巨人でまあとりあえず確保できたら広島に移る予定です。さあとりあえず巨人広島確保しつつ、まあミート型を確保できれば、まああとはなんとかなりますね。さあお願いします。洗濯機役所で、まあ、ショート守れる選手を取れば完成するのでお願いします。とりあえず無事に巨人でオーダー入りの選手、おー押しの選手パワー型だけど、ちょっと称号何回できるか次第ですね。確認していきます。続いて2回目予定変更してね楽天でやっていきます。先ほどね大城選手は8回ぐらい称号チャレンジができるので、まあ、おそらくミート型が決まると決めつけて、まあ、楽天で引いていく形です。ちなみに広島枠は堂林選手投入してね仮でオーダー組んでみたんですけど、全然 A コンボ崩さずにねオーダーが組めたので、
まあ、9位請求のね、コンボを同時出しに向けて楽天で引いている形です。狙いはソン・チャーホー選手と早川選手です。それぞれね、称号10回とか8回できるので、まあ、9位請求同時狙うに持ってこいの2選手なので、まあ、その2選手をなんとか当てたいところです。お願いします。さあ、誰が来るか。おー、鈴木大地選手ということで、まあそう簡単には出ません。3回目やっていきましょう。続いて3回目やっていきましょう。まあおそらく次の追加ね、あのピッチャーが来るんでそこまで待ってもいいんですが、自分絶対と言い切れるもの以外は待たない主義なので、もう3回目楽天で狙って引いていきます。お願いします。で、今現在の9位請求同地が昨日ね、東選手が来てくれたおかげで、まあ東選手、石山セレクション、石山選手で2人いる状態で、まあ選択契約書で、まあ片方ショート取って、片方まあその9位請求狙う選手取るとすると、まあ、あとね、称号で狙うような選手がワンサが欲しいので、まあ、そこを狙ってる形になります。さあ、お願いします。早川選手か、ソン・チャーホー選手。おー、岸選手。まあ、岸選手ね、ワンチャン、まあ、9位請求で組むってなった場合は使い道あるかもしれません。4回目行きましょう。続いて4回目やっていきましょう。まあ、交換会向けて少しね、S ランク取っとかなきゃいけないので、まあ、残り2回程度のチャレンジになるかもしれません。まあ、ここでね、ちょっと、ソン・チャーホー選手か早川選手出なければ、まあ、9位請求の同時出しはちょっと諦め気味になるかもしれません。3、4回目お願いします。さあ、まあ、ただね、称号で9位請求同時決まりそうな選手が自分結構いるんですよね。なので、まあ、そこの称号次第ってとこもあるんで、まだ何とも言えないんですよね。まあ、そこ次第でちょっとね、2回目の選択契約書もスルーっていう選択肢も出てきたんで、ちょっと結構複雑な状況です。さあ、ここはとりあえず当てたい。おー、渡辺選手、なかなかうまくいきません。もう一回行きましょう。続いて5回目。この動画ではね、ちょっとラストにしようと思います。なんとかね、まあソン・チャーホー選手か早川選手当てたいところです。この5人でラストをかけていきます。お願いします。いやー、なんとか出したいですね。まあ、まだね、9周年福袋おかわりと、まあ、洗濯機役所2枚がね、控えてるので、まあ、まだまだチャンスはあるとはいえ、ここはちょっとね、どっちか当てときたいところではあります。お願いします。さあ、来ないかな？マジで。お願いします。おー、ゴー選手ということで、いや、肝心なとこ、まあ、いい引きできず、ミキサーは以上になります。はい、ということで、ちょっと終わりって言ったんですけど、ちょっと悔しいんでね、暴走ではあるんですけど、もう一回だけやらせてください。まあ、一応絞り出して、まあ、5枚は選択できるんでね、まあ、ここら辺選択していきましょうか。まあ、ラスト、本当の本当のラスト、お願いします。いや、本当に2選手欲しいんですよ。早川選手、ソン・チャーホー選手、どっちでもいいから確保しときたいです。結構ね、称号で決まるチャンスがある2人なので、そこをなんとか取りたいんですが、お願いします。さあ、調子くん。まあ、調子くん働いてください、そろそろ。まあ、S ランクは確定ですがね。お願いします。お願い！おー、辰巳選手。いや、もうここでちょっと、まあ悪すぎるのでやめときます。ミキサー、本当に以上です。勝負のミキサーは以上となります。続いて日付変わって撮影している23日11時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択している。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、墨の目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は日曜日ということで、毎週恒例のやるべきこと動画を上げる予定です。来週のイベントガチャなどを予想していきますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。